腹が立つのです。あの人間の姉妹、悪魔ハンターだかなんだか知らんですが、毎度毎度クルナの邪魔ばっかりして、今度会ったらどうにかしてギャフンと言わせてやるのです。です。勝手に扉が開いたですね。何です、この部屋。悪魔学校にこんな場所があったですか。これは鏡。公平、ずいぶんでかい鏡ですね。なんですか。久しぶりの投稿になっちゃったわね。今回の悪魔、手強かった。マヤは慎重になりすぎなのよ。もっとこう、バシュッて行かなくちゃ。しのぶちゃんは早くホーニーに会いたくて攻撃が雑になってたよ。違うから。別にホーダーに会いたいとかじゃなくて。この気配。嘘、これ私たちの通っていた学校？リフォームとかじゃないわよね。すごいダークパワー。どう見ても悪魔の仕業。学校っていうより、これじゃまるで悪魔の城ね、マヤ。うん、しのぶちゃん。悪魔あるところ、悪魔ハンターの一族あり。神園姉妹出動。不気味なところね。まるで魔界。確かにこんな感じの風景、本家の草書にあったわね。けどあれって想像図でしょ。実際に魔界に足を踏み入れた人間はいないはずよ。ご先祖様が捕まえた悪魔から聞いたことをまとめた本。でもこれは現実。学校が魔界みたいになるなんて、こんな現象聞いたことがないわ。調べるしかない。私たちで。ええ、行きましょう。悪魔ハンターの力見せてあげるわ。やだ。
大物が。大丈夫、油断しない。you
しぶりですね、ヘッポコ姉妹。クロナ？キッヒッヒ、クロナのいたずら楽しんでくれてるですか？やっぱりあなたの仕業だったのね。クロナちゃん、これはやりすぎ。うっさいです。お前らが毎度毎度いたずらの邪魔するせいでクロナは留年が確定しちゃったのです。それは気の毒だけど。だからクロナは一発逆転、起死回生のビッグないたずらを仕掛けてやったのです。それがこの城、学校と魔界を次元融合させてクロナ様のお城に変えてやったのです。え、クロナちゃん、そんなことできるの？今回のクロナは絶対的な力を手に入れたですからね。ま、せいぜい踏ん張って城の謎を解くがいいです。それじゃ城の最上階で待ってるですよ。待って、クロナちゃん。行っちゃった。あいつ絶対的な力とか言ってたわね。今までのクロナちゃんじゃ、ううん、どんな悪魔も次元融合なんて普通できない。とにかく今は最上階を目指すしかないみたいね。私たちの学校と悪魔学校を融合したとか言ってたけど。次元融合、融合の歪みで空間のつながりがめちゃくちゃになってる。ここが学校だとして巻き込まれた生徒が心配だわ。無事だといいけど。放題も学校にいたはずだけど。電話つながらない。でも本人ならきっと大丈夫。今はそう信じるしかないわね。とにかく先に進みましょう。悪魔ハンターの力見せてあげるわ。
転。沈め魔獣ってところかしら。何にせよ退治するしかないわ。忍たちが助けてくれたの？サンキューな。葵先輩、魔獣にされてた記憶ある？バンドの練習してたらなんか突然暗くなって、そこから記憶がないんだよな。でもなんかすげー楽しく演奏してた感覚だけは残ってるぜ。覚えていないなら深掘りはしない方が良さそうね。そうだ、助けてくれたお礼にこれやるよ。なん
んか気づいたら持ってたんだ。僕には愛用のマイギターがあるし。そんじゃ僕購買部のバイトがあるから。じゃあなー。